不平。アレス君、おはよう。おはよう。おはよう。猫の目、おはよう。俺もワド中毒。猫の目さん、おはよう。寒いっていうか乾燥してる。嵐くんさんまた来ちゃってるし。うん。いや、来てくれんのは嬉しいけど。来てくれんのは全然嬉しいよ。嵐くんさん、汚ねえ体だな、わら。嵐くんさん、それとり？嵐くんさん、なんていうとり？
猫の目さん文鳥ですよ。ペコとどこやって。嵐くんさん方。ペコと釈迦。釈迦だよ釈迦。猫の目さん釈迦かわらわらわら。うん、はい、ご飯。ご飯ですよ。嵐くんさんまたね。ハイボールさんまだふわっちでこじきしてたの？いい、お水。ゴミ屋敷だね。そう、ゴミ屋敷かな。おはよう。マリルボーンさんおはよう。おはよう。コラさんさん掃除してる？してない。コラさんさんアパート。アパート。
こってこての朝。カブさん、おはよう。おはよう。コラ三三一 LPK 底辺社会排泄モノ担当先手観音像アシュラバエラさんはドラシで消えろ。ヒロさん土曜に閲覧50もないとかは今かよ。 1K だよ。底辺社会排泄モノ担当先手観音像アシュラバエラさん草っこの部屋コラさんさん安の6万安いよ。格安物件。株さん家賃いくらですか。6万。コラさんさん何区で。新宿。カブさんトイレと風呂は。コラさんさん安易は。コラさんさん東京生まれ東京育ち。うん、そば。コラさんさん一人暮らし楽しい。俺ブーマンコが一人暮らし受けてるから、これが好き。コラさんさんへ。うん、おごらんさんとか美しい場所だから、これが好き。コラさんさん風。うん、ヒロさん無職がなんで生きてるの。
ステファンさん最近スタイルがよっさん化してて草。嵐くんさん Wi-Fi 復活したからまた来ました。ステファンさん飾るのやめたでしょ。こっちのがかっこいい。嵐くんさんだらしない体だけど堂々としてるところがかっこいいです。嵐くんさん女の人にはちょっと不快かもしれませんね。カブさんも前歯磨きくの。嵐くんさん俺は成績に見てないからこの絵面は好きだぞ。ワンちゃんさん電動歯ブラシのが実は磨けてないんですよね。嵐くんさん外時間出てて笑ってしまう。ルナさんだらしない体を惜しげもなく出すのがいいんだよ。鮭の産卵さん新宿感が出てるね。嵐くんさん早く話してよ。嵐くんさん待ちきれない。
よう。おはよう。おはよう、ペコスか。嵐くんさん、おはよう。おはよう。嵐くんさん、またね。今日いい天気だな。うわ、すげえいい天気。天気いいね、今日。天気いいよ、ペコ。
猫の目さん、おかいさん作ってくるわ。おかいさんって何？おかいさん？関西の方言かな。おかいさんわかんねえな。3KP を10個プレゼントしました。ボン、おはよう。昨日ボンのタイムキーパーいなくて困ったよ。ボン、3いいねを10個プレゼントしました。ボン、延長代ありがとう。猫の目さん、おかゆ。おかゆのことおかいさんって言うんだ。ボン、3風船を10個プレゼントしました。風かなんか引いてんのか。おかゆ、風かなんか引いてんのか。ボンさん、病院を行ってたの。あ、病院行ってたんだ。そこそこ。いや、ボンのタイムキープが優秀なのがよくわかった。昨日ミースケがやってくれたよ。昨日ミースケがやってくれた。ボンさん、ハートをプレゼントしました。でもボン、昨日もタイムあれだよ、29分30秒だったよ。連続30分切り、今日何日目だろう。13日目かな、今日は。今日も頑張らんとな。すごいね、おめでとう。いい感じだよ。今日もいいタイム出るといいな。今日も30分、3日連続30分切りたいね。もう30分切るの当たり前にしたいから癖づけたい。今日も走るよ。まことさん、お前だんだん終わってきたな。ボンさん、やっぱり走り慣れた道の方がいいね。そうだね、いつものコース走ろうね。いつものコースがいいよね。いつものコースにしようぜ。まことさん、米誰もしないな。誠さん、引退したら。まことさん、人間終わりやな。まことさん、人間も引退したら。筋肉痛にはなってないんだよね、筋肉痛には。だから結構30分で駆け抜けるのあれ厳しいんだよね。
だ筋肉的には筋量的には多分もうクリアできるんだけど、多分肺活量が追いついてないんだろうな。肺活量。まことさん誰と喋ってる？呼吸をさもっと深くするようにしたらさいけると思うんだよね。のりこわっと銀河さんおはよう。のんちゃんおはよう。今日も走るよのんちゃん。応援してね。まことさん別れた？のりこわっと銀河さん頑張ってるね。うん、頑張ってるよ。のんちゃん痩せたよ俺。ほらお腹乗ってないでしょ。のりこわっと銀河さんラブラブ。やばくない？お腹がなくなったのんちゃん。どん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 。可能妨害さんはどうはよ。おはよう。のりこわっと銀河さんわらわらわら。わらわらわらぞ。腹筋割れるぞこれ。腹筋が。腹筋割れ男子になるよ。のりこわっと銀河さん裸恥ずかしい。恥ずかしい。可能妨害さんとりあえず水飲んで治療よくしたら体にいいな。本当に水いっぱい飲んだ方がいいのかな。マイピさんおばお。おはようマイピさん。マイピか。マイピおはよう。可能妨害さん俺なんて前は体重87キロあったよ。身長どれくらいで？身長何センチで87キロ？身長高かったらね、どれさんぐらいあったら87キロとか問題ないけど。可能妨害さんかなりのブーデーだった。身長によるんじゃないの。俺ね一番太ってるのがね73キロ。人生一番ピークに太ってるのは身長いくつなん？俺170センチ。170。可能妨害さん身長は168ぐらい。すごいね。87キロはかなりだね。それはすごいわ。パパスさんで今体重は？体重計持ってないから分かんないんだよね。体重計欲しい。体重計ないんだよ俺の家。もっこりさん狭いな。狭いよこの家は。
パスさん170だったら平均一般体重は63キロくらいかな。そうだろうね、うん、だから今回の捨て頃までは65キロくらいまで落とそうと思ってるけど。可能方外さん、今は体脂肪 7% から 10% 未満だよ。痩せるのは計画と実行ができれば必ず痩せる、うん、自己管理能力だよね。ヘドスから点3すげえ絞れたじゃん。ナスビ感あるよ。ナスビ感ある鮭の産卵産オートミールはいいぞ。痩せる。パパスさん減量するんかい。減量っていうのが目的ではないけど、体が一番動いたのがやっぱ63キロから65キロぐらいだったのね、学生時代だから。まあ目安だね、体が動く、トップギアで動ける。向こうが体重重たいから、こっちはスピードともう瞬発力で勝負だと思って、絞りに絞ってこう回転力でいこうと思ってる。スピード、向こう多分ブンブンブン回してくると思うから。向こうは相手が85キロだったから、俺は73キロまで上げた。無理やり食って太らせた。パンチに耐えられないから、からデブデブになっちゃったんだよね。それで可能方外さん握力も70ちょっとになりました。ヨッシーさん、みやびくん倒してください。任せ、うん、任せて任せて。ヘドスから点3、みやびは動き、おせえしスタミナねえだろうから、うん、ちょっと絞れが余裕さ。まあ最後の試合だからね、自分のパフォーマンス、勝つことは当たり前だけど、あんな相手に負けるわけないから、最高のパフォーマンスができるようにって思ってるから。勝つにしても圧倒的に勝ちたいからね。パパスさん、いやマジで相手の松崎しげる倒してくれ。可能方外さん、俺の自己承認欲求ある発言に平で返すなんて随分余裕あるじゃないか。いや知らんけど。自己承認欲求は知らんけど。スポーツウェアが何枚か欲しいな。パパスさん、ジョギングがてら神社にお参りコースしてきたらええ。あー神社か。よし、イさんはドサンセンスあるから、あとは倒せる攻撃身につければ。根性だよ、あとね、うん、根性だね。可能方外さん、のんちゃんとはまだ付き合ってるの？のりこアット銀河さん、ラブラブです。
加納宝貝さんごめん、女からラブラブとかマジできついわ。金魚姫さんおはよう。おはよう金魚姫。おはよう。本さんおはよう。パパスさん、メイウェザー戦見たくなるなよ。金魚姫さんおはよう。ボンさん、のんちゃんおはよう。ボディーバッグ欲しいな。ボディーバッグ、のりこアット銀河さんおはよう。本さん、インフルエンザもう少しで治りそうだよ。よかったよかった。加納宝貝さん、のんちゃんと付き合ってるとか本当信じられんは。ワドにはもったいない。元気いいな今日は。加納宝貝さん、ワドさ痩せたらイケメンなのに。もうちょいしたら行くか。マリルボーンさん、シングセの髪で出てレーム、うん、どうせ走って汗びちゃびちゃになるからさ、どうせテローンってなるんだもん。帰ってきたらシャワー浴びるから。いつもね、朝起きて 1,2 時間喋って走ってシャワー浴びてご飯食べ行くの。それが日課最近の。いいないいな。もう汗臭いよちょっと俺今。もう汗かくからしょうがない。シャワー浴びてからさ、走り行っても結局変わんないから。金魚姫さん、健康的な生活だね。そうそう、寒いから、夜が寒いから朝走りたいと思って。オールドマンの若い頃の顔面に似てるよ、ワド。ゲイリー・オールドマンっていう人に似てんの知らないな、その人。そう、健康的な生活なのは寒いから、服がないから。昼間だったら走っても寒くないから、太陽出てる時間帯は。よく寝るよ本当に、疲れて。加納宝貝さん、残念ながらバカワドはインテリ系の顔面だな。
猫の目さんはどうは、いい顔してるで。そう。可能方外さん、インテリ系の顔面のやつはいいよな。インテリ系の顔って何よ。わかんないな、インテリ系がわかんない。インテリ系と何、可能方外さん、それだけで腹立つわ。インテリ系と何系があるの、顔は。ヨッシーさん、肌綺麗だよね。うん、あのおっさんだよ、あの携帯だから潰れてるだけで肌綺麗じゃないよ。年相応の肌だよ、そう見えるだけ。パパスさん、なんか湾岸ミッドナイトにこんなキャラ見たな。いた湾岸ミッドナイト。わかんない、車系の漫画読まない。今から走るよ、毎日走ってるもん。走る枠はツイキャスでやってるけどね、最近は。最近はツイキャスの枠の頻度が結構多くなってきてる。レベル上げたいんだよね、早く。パパスさん、ストップウォッチは？ストップウォッチはね、リスナーさんがね、1分経過、2分経過って書いてくれてる。デビー・レナード・オールドマンはフィフスエレメントに出てるよ。後で若い頃の画像を見てみ。フィフスエレメントに出てる？ゲリー・オールドマン。マジで？そうなんだ。じゃあツイキャス移動すっか、走りに行くわ。ツイキャス移動します。皆さんありがとうございました。寝起き枠でした。お疲れ。来てくれる人はツイキャス集合。パパさんの前はロッキーだ。ハイト、お疲れ。おつおつ。